おはようございます。ちょっとね、今日、演奏会、昨日があったんですけれども、その次の日が、塩担当の、頭回らん。今日は、塩担当と伴奏合わせをします。ギリギリに起きてしまいました。ということで、髪とか何もセットせず、行ってしまうことになります。今日は、ピアニストの、何を、何だったっけ？今日はピアニストの何の日？今日はピアニストの、伴奏ルーティーンを撮りたいなと思います。伴奏の日のルーティーンね。で、東京に今日今来てて、昨日岩手の演奏会で、その後東京に帰って、まあ、いろいろして寝てました。髪を直すために、今、頭を一瞬で濡らしました。で、今から髪をセットして、歯磨きだけしていきます。やべえ、寝癖がやべえ、ハゲて見える。どうしよう？大丈夫かな？ああ、寝癖がやべえ。いけるか？はい、今はスタジオに向かってます。もうすぐね、塩担当の、会う時間なのですが、まあ、ギリギリになりそうです。まあ間に合いそうですね、ギリギリ。今日の朝食です。明太子おにぎり、プロテイン、これを食べながらいきたいと思います。はい、というわけでね、早速スタジオに入ってきました、塩担当です。いえ、来週ね、一緒に本番だけどね、楽しみだね。楽しみだ。ちょっとやばいコンサートになるから、ね、やばそう。じゃあ今日楽しんでいきたいなと思います。でね、今塩担当さっき会って、でスタジオ入ってちょっとだらけてて、で今からねちょっと合わせていこうってことなんだけど、まあこの曲たちはもう何回もやってるから、そうバッチリ。そう、今日やっていきたい曲はオーミューバンビーノと、あとシークレットソング。でもシークレットソングはね、まあシークレットなので本番までの楽しみってことで動画出しません。よろしく。これがピアニストの伴奏ルーティーンです。最後の1個ディアーッと言うのが難しいね。そうですね。それがもうね、いけるね。うん、それがバッチリ大丈夫だね。これどうやって合わせたらいいの？俺がしようたのね、息で合わせた方がいいかな。あーすーここね、あ、まあ、さっきとったけどどうやったっけかな。なるほどね。どこら辺から行くか、ここら辺から行く。うん、これ大丈夫だよね。大丈夫だね。まあ、これはね、大丈夫だけど。というわけでね、今ある程度練習が終わって、まあ、打ち合わせが終了しました。一応2時間確保したんだけど、僕たちの場合だったらね、2時間もかかりませんでしたね。30分で終わったね。やろう。いやね、僕たち結構やっぱりね、ちゃんと練習お互いしてたからできたというね。やっぱね、お互い実は真面目という。そうですね。そうですね。というわけで、この後ある程度休憩したら飯を食いに行きたいなと思うので、またそこで会いましょう。それではね、サンキュー、バイバイ。バイバイ。さすがにね、コンタクトはね、ちょっとブチャイクすぎたので、メガネを外しました。頭が回ってないな。メガネがブチャイクすぎたので、僕メガネあまり合わないんですよ。ってことでね、コンタクトを入れてみました。入れてみましたっておかしいな。で、パーカー、BF パーカーです。
どこに向かいますか。肉食べたいよね。肉ですね。肉食べましょうよ。でも混んでるからどうなるかわかんない。オッケー。ここに肉あるね。もうあったね。今からね、もともとステーキを食べる予定だったんですけど、ちょっとね、あのすする TV さんの僕春日亭見とって行きたいなと思ったので、うん、油そば食べていきます。で今日の夜は鶏の胸肉を食べようと思います。これから食べたらね岡山帰るので、うん、そこからまた筋トレと減量していこうと思います。頑張れ。それでは行ってきます。はい、こちらが麺と油とチャーシューと卵の油そばです。春日亭っていうんかな、ずるずる、うまい、うますぎるんだ。ビヨーン、ビヨーン、ズル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 、うまいなぁ、これがうまい。久しぶりのラーメン、これ約3、4週間ぶりじゃないでしょうか。うまかったぜ。食べてきました。うまかったです。うまかったです。いやー、ニンニクめっちゃ入れたけど、この後ね、まあ食べてちょっと時間を置いて僕は岡山帰りたいなと思います。塩タン、今日はありがとうございます。こちらこそ。まあまた来週楽しみましょうね。楽しみ。あー、この口がめちゃくちゃニンニクの匂いがしたわ。それでは僕は岡山に帰ります。気をつけて帰ってね。グッバイ。バイバイ。グッバイ。はい、というわけでね、今岡山に帰ってきました。今日は朝から塩タンとの伴走間に合い、その後油そばを食べ、それで新幹線帰ってきて、で今岡山に着きました。岡山に着いたのはね5時ぐらいでしたね。で5時ぐらいだったんですけども、いろいろバタバタしてて、で今もう7時半です。筋トレにね行きたいなと思います。まあ今日はねちょっと久しぶりに筋トレ絶対したいなと思ってたので、今日は胸トレをやっていきたいなと思っています。メロちゃんが横で寝てます。痛い。こんにちは。眠かったん、メロちゃん。今はねこの布団の中でね眠るのがね好きなようです。ねえメロちゃん、メロちゃん帰ってきたよ。こんにちはメロちゃん。ただいまメロちゃん。うん、ふんメロ、うん、眠かった。メロ寝させてあげようか。じゃあねメロ、じゃあねメロ、よいしょ、じゃあねメロ。眠いやな。バイバイ。今日は一日いろいろあったんですが、充実した一日になったんじゃないかなと思います。まあこれがねピアニストの、あの伴奏ルーティンっていうね、まあ初めてやったんですけどね、まあ、伴奏ルーティンってほど伴奏はしてないんですけども、まあ、今後もやっていきたいなと思います。それではねメロちゃんが寝てるので抱きついきたいと思います。メロちゃん臭くない。このね布がかなりふわふわしてて、洗濯したばっかなので超いい匂いがします。メロちゃんもね、僕ね最初猫ちゃんを飼い始めた初日、顔中がね実は湿疹が出て、でめちゃくちゃ痒くて次の日病院行ったんですけども、これはここだけの話ね。でその後なんか治ってね、なんかあの出なくなったんですよ、薬を塗った後ね。だから顔をスリスリしてみたいと思います。あ、起きたそして寝てるので肉球を触りたいと思います。ポチ、えだん、爪が出た。びっくりした、爪がギャッて出てきたのでね、また爪切りをしたいなと思います。ん、メルちゃんほんまに臭くないの、あなた可愛い。バイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。
マーチョが大好きで。